村域ひばる村は東京都の多摩地域西部に位置し西多摩郡に属する村。東所部を除いた本州内の東京都における唯一の村。面積は奥多摩町、八王子市に次いで東京都の市区町村で3番目に広い。秋留るの市への通勤率は15.5%。ひばる村と書くこともある。村域のほとんどが関東山地の中にあり。 多摩川の支流である秋川上流の周辺に集落がある。標高が最も低い地点は、秋留野市との境界線になっている下元里の中、山沢が秋川へ流入する地点で、海抜224.5メートル。標高が最も高い地点は、山東山頂の1531メートル。損益の九割以上が森林である。中央高式に属し、 冬の寒さは、都心と比べて厳しく、原井沢の滝が凍結するほどである。降雪量も東京都心と比べて多くなるため、路面凍結や、集落の孤立の雪害が発生しやすい。北秋川と南秋川が合流して、秋川となる付近を元宿といい、ここが村役場がある、中心部である。ここから下流に向けて、上限橋、下限橋の地域がある。 都道33号ひばる街道がこれに沿う。北秋川に沿って都道205号が通っており、少し遡ったところで原井沢の滝への歩道が分かれる。以後、千足、三都京、神戸、小沢、戸井里、笹久保、藤原、中組、倉掛りの地域がある。南秋川に沿っては都道33号が沿う。笹平、南郷と遡り、上川城で、 都道33号が南秋川から離れて、後部トンネルを経て、上野原市に向かう。伊碁川に沿う道は、都道206号となり、和田、人里、笛吹、和間の地域がある。和間から奥の道路は奥多摩周遊道路となり、奥多摩町の奥多摩湖へ通ずる。縄文時代現在、ひばる村村域となっている地域には、縄文早期以降、 人が住んだ跡がいくつも発見されている。縄文中期になると、現在の日バ村の各集落がある地域には、それぞれ1家族から3家族程度の規模で人が定住していたと考えられている。縄文期の村域の人口は20人から40人程度であったと推測されている。 古墳時代古墳時代になると、大陸からのトライ人形の集団が、近畿地方から移住したと考えられている。人里集落の名前の由来はフン、ふボルがなまったものではないかとの説もある。北川安か8世紀頃、河内にいた、高麗系のトライ人集団である高安氏と、立花子氏は、人里集落のトライ人形集団を頼って来住し、南秋川沿いにある人里から、 浅間尾根を越えた北秋川沿いに定住した。この集団の長は代々宿編賞賞、吉高安氏を名乗った。アンナの変北秋川と南秋川を隔てる浅間尾根には、とある高貴な人物の墓所があると小岩集落で区伝されてきた。これについて、平安時代のアンナの変との関係を指摘する意見もある。それによると、アンナの変の際に追っ手がかかった。 源の連は東国に逃亡して、吉高安にかくまわれ、後に、ため平親王の、第四子ためて親王を呼び寄せたとされる。小岩集落にある、王子が城、ためさだや方の子辞名がその理由として挙げられている。平山氏による支配と、落ちるど、伝説は切るの市の大悲願寺の過去長及び、小岩の宝蔵寺の縁起によると、宝蔵寺の創建は12世紀から13世紀にかけて、 活躍した平山氏の武将、平山基重とされている。このことから、12世紀頃には武蔵七島の草薙氏の勢力が損益に及んでいたと推測されている。平山氏は、その後、1546年の川越城の戦いを経て、御法城氏に仕えた。また、鎌倉時代には、和田義盛や吉野重幸の一族が落ち延びてきて、 村域に住んだとの伝説が残されており、和田集落は和田一族が住んだ場所であると考えられている。また、和馬集落は南北朝時代に南朝側で戦った小野氏常が移り住んだ集落である。その他にも、公衆性伐での武田氏滅亡の際に逃げてきた人々が神戸集落に定住したなど、各集落には様々な時代に村域に逃げてきた落チウドが、 家の先祖であるとの句伝が数多く伝わっている。大神学や四季三番が始まったのも、この時期で、前者は1545年、後者は1561年に、創始されている。1590年の豊臣秀吉の関東信仰の、際御法上氏に仕えていた平山始重は、ひばる城を守り、八王子城の落城と同じ日に、ひばる城も落城して始重は、 廃止している。ヒバル城の落城の経緯には、諸説あり、死従と八王子城内家老の横地片物は一戦して、敗北したという説と、死従らは戦わずに城を捨てて自陣したという説がある。また死従の息子の宇治久は、総除郎と改名して、ヒバル城落城後も引き続き、ヒバルに居住したとされる。江戸時代のヒバル江戸時代のヒバルは、天領となり、大官が置かれた。 いつか市から浅間尾根を通って海の国に抜ける道は甲州中道と呼ばれ甲州道中の裏街道として盛んに利用された。元宿の立花橋には番書が置かれ甲州中道を通るものを監視した。この番書は口止めの番書と称した。ヒバルは大官の下でで23の組に分けられていた。村民の代表者として世襲制の名主がおり、 また各組にはそれぞれ年寄りと百姓代が置かれていて、住民による自治が行われていた。主な産業は、炭焼きや林業であった。ヒバルで焼かれた木炭は、五日市に運ばれて売却された。1789年に、ヒバルからこの販路で出荷された木炭は135,163秒であった。江戸の町づくりや火事によって、ヒバルの木材需要は増え、林業も、 盛んになった。当初、ヒ原には、小引き師や、ソましがいなかったので、大梅から技術が導入された。この頃のヒ原の山林はもみ、栗、ケヤキ、ツガなどの原生林であった。切り出された木材はイカダ氏によって、秋川、玉川を流され、江戸市中へと出荷された。明治維新、明治維新後、村は最初にラ山県に属し、1871年には、 神奈川県となった。村そのものは、江戸時代以前と、村きも変わらず、23組に分かれた自治体制にも大きな変化はなかった。この年には、古町が置かれ、その時点で名主であった吉野軍次が古町となった。1878年には、幹線の古町として新たに、宮田政王が古町となった。村の自治組織は23組のままで、村きは、 東部、南部、北部の三つに大きく分かれてまとまっていた。1889年4月1日、町村政志向により立村。古町役場が村役場となり上限境に置かれた。初代村長は選挙により吉野軍次が当選した。しかし1881年頃から村人の間で尊政の主導権をめぐって争いが続いていた。 1893年4月1日、西多摩郡が南多摩郡、北多摩郡と共に東京府へ編入された。これに伴い、ひばる村も神奈川県から東京府の一村となった。だが前日の内紛の煽りを受けて、東京府編入の直前に助役、収入役、村長が辞任するという事態となった。さらに5月に新しく選出された村長が8月には、 辞任してしまい、村の自治は大混乱となった。この村内の対立と混乱はなおも続き、1898年から3年間は村長そのものが不在となった。村長不在の事態は、村外の人間の感染村長就任によって解消され、6代目から8代目までの3人が村外の感染村長となった。しかし、村内の対立は解消されず、 分尊問題が浮上することになった。この時の分尊問題は、南ヒバル区会の設立という妥協案にて何とか収集を見たものの、1913年には再び分尊問題が再燃し、1915年には南ヒバル区会が分尊を求めて、国会や東京府、西多摩郡に請願書を提出した。この分尊は、東京府や西多摩郡の説得によって回避されたが、 南ヒバル区会は1941年まで存続した。1943年7月1日、都政志向により、東京府、東京市が統合して、東京都が新設され、ヒバル村も東京都となった。1984年3月31日、防災行政無線が開局する。昭和の大合併や、 現在の市町村制度の基礎が成立した1889年、及びそれ以前から含めても400年以上にわたって一度も市町村合併を行わずに単独での自治体形成を保っている。これは当初部を除いた東京都の自治体では唯一である。また、その当時からずっと村制のままで単独存続しており、これは東京都はもちろん首都圏の自治体の中でも、 非常に珍しいパターンである。推計人口は1947人で、東し部を除いた東京都の自治体の中で最も少ない。なお、東し部の村を含めた場合でも、小笠原村、新島村、三宅村よりも少ない。世帯数は1182世帯。面積に対して人口が少ないために、人口密度は首都圏の自治体の中でも珍しく18.5人。 平方キロメートルと非常に少ない。ヒバル村は山に囲まれているため、昔は林業や製材業が盛んであった。近年は昔ほど盛んではなくなったものの、林業受け負いベンチャーの東京チェーンソーズ社が起業されるなど、新しい動きもある。今は山の石を取る採石業が行われているほか、公共事業などを受注する土木、建築等の建設業が多い。 山の斜面の日当たりの良いところでは、水はけの良い土地を利用して、ジャガイモやこんにゃく芋など、芋類の栽培が行われている。その他、山の涼しい気候を生かした、シクラメンなどの栽培や、山のきれいな水を利用したわさび、また、キノコ栽培なども行われている。食品加工としては、こんにゃく、豆腐、お焼き、漬物などの生産が行われている。その他、 手工芸品の生産として、木工品、陶芸品、竹炭などの工芸品の製作、草木染め、刺し子などの手芸品の製作なども行われている。また、豊富な自然を利用した観光、サービス業も多い。民宿、旅館、キャンプ場、釣り場、温泉、土産物店、飲食店などがある。村民の普段の買い物は、地元の雑貨店、 支店などの商店で済ますことが多い。また、日用品を車で売りに来る業商もいる。村内にコンビニエンスストアはない。スーパーマーケットもなかったが、村内の商店が減少していることから、2016年7月に、第3セクター運営のミニスーパー、カーベイヤが開業した。その他、自家用車、またはバスなどで隣接するアキルノ市などの多摩地域の、 商業施設に行く場合や、武蔵五日市駅前の駐車場に自家用車を駐車して、鉄道で新宿などの遠方へ買い物に出かける場合もある。JA 秋川ひばる支店、ひばる郵便局がある。銀行、信用金庫、信用組合はないため、隣接する秋る野市の金融機関を利用することが多い。村では、福祉、医療、保健施設を集約した。 安らぎの里を運営している。また本村を含めた秋川流域の三市町村で、飽きる野市で、公立飽きる医療センターを運営している。福祉及び保健施設、団体福祉、モノレールエンジン式のラックピニオン式モノレールが、自家用車が入れない休憩車の参幹部、計5箇所に設置されている。一番長距離の路線は、設置距離が2トル以上に及び、傾斜の大きい路線は、 最大車道43度に達する。乗車店員はいずれも3名で、後部に荷物用スペースがある。手動でエンジンを始動して利用する。高齢者の福祉目的のために管理運営されており、地元住民と用務者以外の利用は原則禁止されているが、小林区住宅を見学する場合は、予約の上で一般車も利用することができる。 このモノレール目当てで訪れる観光客もおり、2時間待ちの行列ができることもあった。地滑りの恐れがあるため2016年4月から運行を中止していたが、2017年4月7日に再開された。学校教育村内に幼稚園はない。また高等学校、大学はないため、生徒、学生は村外の学校へ通学するか下宿する。 1980年代まで東京都内の市町村では唯一小中学校の冬休みが若干長かった。しかしその分夏休みは短かった。2011年度より小中学校は一貫教育校として通称ヒバル学園ヒバル小学校となったが正式名称にはヒバル学園の故障は付さない。また小中学校の校舎は従来通りである。 社会教育なお、本村は、文化放送の番組、タイムテーブルでも取り上げられている。元宿地区の、おとう新寺、小沢地区及び、笹野地区の、四季三番、柏木屋地区の、熊城神楽、人里地区の獅子舞などが、東京都無形民族文化財に指定されている。その他、村内各地に、獅子舞、林などの伝統芸能が伝承されている。 村内に鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 東日本五日市線武蔵五日市駅。秋篠野市にある JR 五日市線武蔵五日市駅から西東京バスにより、元宿や久場前を経由し、和間、藤倉方面の路線バスが運行されている。また、都民の森への急行バス及び連絡バスも運行されている。 隣接する秋篠野市以外の八王子市、奥多摩町、上野原市、相模原市などへのバス路線はないため、自家用車、またはタクシー等による手段となる。奥多摩町に通じる奥多摩周遊道路は夜間通行止めになるほか、山岳峠越えとなる上野原市との通行も含め、村内の道路は一般に、特に大雨、冬季等の場合には注意が必要である。 村内には高速道路及び国道は通っていない。村へアクセスするルートとして、中央道八王子インターチェンジ及び、県央道秋るのインターチェンジから国道411号、滝山街道。県央道日の出インターチェンジから都道7号五日市、街道。さらに、都道33号ひばる街道を経るルートがある。また、和間地区など、南秋川へは、 中央道上野原インターチェンジから、後部トンネルを経るのが近い。なお、八王子、都心方面へ帰る際、大型連休などで、中央道上り線が、団合座返すへ、小仏トンネル付近で大渋滞しているときは、あきるの経由の方が、八王子、都心方面へは時間短縮になる場合がある。村内の道路は山際を走っており、 土砂災害による被災リスクが高く、迂回路も少ない。そのため、都道33号の代替路線として、秋川南岸道路、南北両谷を結ぶ日原村南北横断道路の建設計画があり、村として早期整備、建設を要望しているが、開通には至っていない。本村は、隣接する奥多摩町とともに NOX、NO PM 法の対策地域外であるため、一部悪質業者によって、いわゆる、車庫飛ばしが行われていた。村であることから、車庫証明が必要ないため、たとえ車庫がなくとも、実印と書類だけで登録できてしまう点を突かれたものである。2006年4月21日付、読売新聞記事によれば、警視庁交通捜査課は、車庫飛ばしを行った、運送業者8名を逮捕し、 113台のダンプカーの不正登録を確認したとしている。ヒバル村の居住地区においては、東京スカイズリー、八王子市等からの直接派は受信できないため、村内の各地域単位でテレビ共同受信施設組合が設置されている。各地域で見晴らしの良い場所に共同アンテナを設け、各家庭等に向けてケーブルテレビ網が敷かれている。 すべての地域テレビ組合において地上デジタル放送を再送信している。そのため視聴には地上デジタル放送に対応するテレビまたはチューナーなどが必要である。一例として2008年11月より人里テレビ組合では CATV パススルー方式により地デジが視聴可能になっている。NTT 市外局番は042で立川 MA である。 村内の電話交換所は、ひ原る局人里局の2カ所である。多くの携帯電話基地局が設置されているので、街道沿いでの集落における通信状態は良好だが、谷底や山中では電波状態に注意が必要。村の中心を除いて PHS は県外のため利用できない。氷結した、原井沢の滝南秋川北岸より北側。 村内の約60%の地域が秩父玉街国立公園の指定地域に含まれている。豊富な自然環境を利用したハイキングコース、渓谷での釣りやバーベキューなど手軽な川遊びなどが盛んである。キャンプ場、民宿等が多数あるほか、奥多摩周遊道路は首都圏近郊のドライブコースとしても知られている。文化、教育の項にある通り、 伝統的な郷土芸能が各地域で盛んである。ほとんどの祭事等は例年9月前後に集中している。ありがとうございます。